こんにちは、心理カウンセラーの高森です。アスペルガー症候群、高機能自閉と呼ばれる方々はどうしても周りの方と違う行動モードというのを持っていたりしますから、それが誤解されてひどく傷つくという経験を二次的にすることが多いんですね。そのためある種のこうトラウマみたいなものがずっと残っていて、そしてその嫌な過去の体験というものがフラッシュバックといって、今まさに起きているかのように感情を伴って再体験してしまうということがしょっちゅうあったりします。こういった傷の部分を修復していくということもとても大切なことですよね。この辺を和らげていけばかなり心の傷つきっていうのも和らいできますので、今から未来にかけての行動っていうものが変わっていきます。そのためにもこういった二次障害的なトラウマっていうところのケア、とても大切なポイントになってくるかと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。